陸前高田市は岩手県南東部にある太平洋に面する市、旧陸全国気仙郡に属し、隣接する道県大船渡市や宮城県気仙沼市と共に三陸海岸の内陸前海岸北部の中核をなす。東日本大震災による津波で大きな被害を受け、復興や内陸への市役所移転など将来に備えた防災、減災に取り組んでいる。 1955年の市政施行以来、市の読み方は陸前高田である。しかし、地元住民及び周辺市町村で用いられる方言では、家業と他業の音が微濁音化した高だ、または最後の他だけが濁音化する高だと発音される。三陸海岸全体では南寄りに位置する。三陸海岸南部はリアス式海岸が続き、 西の唐桑半島と東の広田半島に挟まれた広田湾の北欧に陸前高田市中心部のある平野が広がる。小さな平野ではあるが山が海に迫る地形が続く三陸海岸では最大級のものである。広田湾欧には気仙川が流れ込んでおりその運ぶ土砂で形成された砂スには高田松原と呼ばれる松原が東西に続く。高田松原の北に 古川沼があり、その先の山独に中心市街地が一致し、その北には氷上山がそびえる。広田半島には椿島などの景勝地が見られる。2011年3月11日、マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震が発生した。隣接する市町村の震度は大船渡市、一関市及び宮城県気仙沼市が震度6弱。 住田町は五教であった。同市の震度は、大船都市での観測からの推定値で6弱とされている。この地震が引き起こした大津波によって、市役所庁舎を含む市中心部が壊滅し、市の全世帯のうちの7割以上が被害を受けた。また、市域にある東日本旅客鉄道の5駅のうち4駅は、周辺地域の多くの駅同様、駅舎などが流出し、 全路も大きな被害を受けた。岩手県総合防災室によると、2012年8月11日時点で、陸前高田市における死者は1555人、行方不明者は223人で、行方不明者のうち陸前高田市が死亡届を受理した件数は205人である。震災前は、気仙側によって形成された平野部定地に、中心市街地が広がっていたが、 津波により壊滅した。その後の復興で、ひかみ山山六の高台に、市役所、消防署、県立病院といった主要施設が移転し、集合住宅や住宅地の整備が行われた。また、これに合わせて、三陸自動車道が開通し、津波浸水域は、商業施設や東日本大震災津波連勝館が整備されている。市役所移転先は、 大型商業施設の開業などで新たな中心市街地になっているものの震災時にあった小学校の1階が浸水した。住民の不安に対して市役所は傍聴堤建設や土地傘上げにより東日本大震災級の津波なら浸水しないと説明している高田松原にあった松の高木が津波に耐えて残り奇跡の一本松として全国的に注目され、 腰後も保存されている。陸前高田郵便局郵便分室仮り店舗平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、15.20%減の19758人であり、増減率は、県下33市町村中32位。大学東日本大震災からの復興支援の一環として、岩手大学と、 立教大学が交流拠点、陸前高田グローバルキャンパスを開設している。高等学校、中学校、小学校陸前高田駅市内を鉄道路線は通っていない。かつては大船渡線が市内を通っていたが、東日本大震災の影響で普通となった後、バス高速輸送システムで復旧することになり、鉄道としては廃止された。鉄道を利用する場合、 JR 東日本大船渡線気仙沼駅あるいは三陸鉄道リアス先生駅が最寄り駅となり、両駅から後日の大船渡線 BRT に乗車する形となる。気仙隕石。国立科学博物館に展示。ありがとうございます。